こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、あー、寒い。寒くなってきた。今日すっごい気温が下がってるみたいで。ね、昨日がすごい暖かかったんだもんね。うん、ご注文いただいたお客様、いつもありがとうございます。ありがとうございます。寒い地方の方、うん、クール便プラス220円で利用できるので、ご注文の際に備考欄に書いていただくか、ご注文後にお問い合わせの方でお知らせください。後からね、加算させていただくので、どうしてもまだ寒い日が続くとやっぱり凍ってしまったりとか、そういうリスクがあるので、リスクを回避するためにぜひぜひお願いします。はい、なんだっけな、この間ね、その話した時に知らなかったので、うん、なんか使わせていただきましたみたいなね、うんうん、そう、安全に届くから、うん、冷凍じゃなくて冷蔵で届くので、うん、10度ぐらいの温度でね、一定の温度で届かせてもらうので、うん、その気温より、ね、低い地域の方、うん、ここ何日か気温が下がってるから、うん、ぜひぜひご利用ください。何も心配がないから。あと逆に夏なんかもクール便使われる方たくさんいらっしゃいます。無冷房しにね、うん、宅急便の場合はクール便使えるので、ネコポス、ミニ内系のセットの商品とかは使えないので、もしそういう系でご希望の方いらっしゃいましたら、宅急便に変更有料になっちゃうんですけどできますので、あとは何か普通の商品と一緒にミニ内セットを買っていただくとかすると宅急便で配送ができるので、お申し付けください。はい、でさ、ごめん、ちょっと最初にね、今日質問ちょっとまとめようかなと思って、今まだまとめきれてないからまた次回やろうかなと思うんだけど、ママの着信ワンオクですかっていう質問があったけど、何ワンオク？わかんない。何ワンオク？なんだそれ。違うよね。だから違うってことだよね。全然多分ね、すごくそんなに有名な音楽じゃないです。なんかそうね、俺は知ってるよね、この曲。なんか年中聴いてるから、なんとなくしか知らないけど、多分皆さんあんま知らないんじゃないかなっていうような曲です。ワンオクですかって言って、多分違うなと思ったからちょっと今言う。ワンオクロックとかなんかなかったっけ。その全然わかんない。全然わかんないんだよね。自分の好きな歌以外全然知らないからね、本当にもうお気に入りの歌をもうずっと聴いてるから、好きすぎてね、なんか全然わからない。だみんなが、スタッフのね、みんなとかがこう俳優さんの話とかをしてても全然わからなくて、テレビの番組の話とかね、テレビすら見ないので、ニュースすら全然見ないので、天気予報だけです、ね、本当に申し訳ないです。ね、はい、はい、そんなことで今日は最近錦系を多く販売させてもらっているので、錦系を育てる時のポイント、あと錦系気をつけるところって、ところっていうのをちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってます。錦系って、特にこういうふうにしっかり柄が入ってるもの、しっかりと、筋のこういううっすらのこういう風じゃなくて、こういう系ってすごく焦げやすいです、この時期でも葉焼けってします、普通の苗でも葉焼けするので、錦系なんてもっと葉焼けしやすいので、白い部分ってなんで白いかっていうと、植物のこの本体の中にある葉緑体っていう部分が抜けている部分なので、抜けているから白くなっています。緑のね、色素が入ってないから、だから白いです、で、日に当てるとその葉緑体がどんどん増えていって、斑入りの植物も斑入りじゃなくなっていきます、葉緑体って太陽に当てることでどんどん増えていく、そう、組織なので細胞なのでね、そういう風に増えていきます、なので育てる時のポイントとしては日に当てすぎない。ただね、でも物によってはその葉緑体が増えづらい品種もやっぱりあります。ムーンリバーとか高砂の沖縄の錦ね、あれとかは日に当ててもガンガン当ててもそこまで錦が少なくなったなっていうふうには感じないです、だから稀にね、でもね、やっぱり錦が減っていくなっていう品種ってあります、赤ボケとかはね、錦がやっぱ減っていくなっていう気がするんだよね、自分の中でね、昔から自分で育ててるやつで、ギルバの錦かな、ギルバの錦は日に当てれば当てるほどやっぱり緑に近くなってしまって、で、少しまだ白が残ってるから半日陰みたいなとこに移動してあげたら、やっぱりまた負が戻ってきてね、綺麗に戻ってきました、なのでその日の加減をすごく注意してください、で、あと葉焼け、
葉焼けもすごく注意してもらいたいんだけど、うん、これ葉の縁がちょっと茶色くなってるのもこれ輸入時からなんだけど、うん、こうやってちょっとした火のね強さでこう焦げちゃうんだよね、うん、ただねこれそんなに目立つほど真っ黒になってるわけじゃないんだけど、特にこの錦の葉の縁って焦げやすいので、うん、あの日に当てるときは徐々にゆっくり慣らしてあげてください、うん、で基本的にとりあえずは明るい日陰みたいな場所で管理してあげてください。必ず、うん、どの植物もそうなんだけど、買ってすぐに直射日光に当てない、うん、それすごく大切なことです。このハウスの中でもお日様にいっぱい当てて育ててるけど、うん、このハウス屋根すっごい汚れてて、うん、なおかつ遮光を1年中つけてます、うん、だから直射日光に当ててるハウスじゃないので、うん、販売用の苗なので直射日光に当てちゃうとすぐ水分が抜けちゃってねシワシワになっちゃうので、うん、発送するまでの間に随分と水が抜けちゃうから、それを防止するためにも遮光を一年中かけてます、うん、でも遮光をかけてるって言ってもそんなに暗いわけじゃなく明るい遮光なので、うん、そんなに暗くはなってないです、ね、それでも結構日差し強いよねこのハウスの中って、うん、そうだね、しっかりこんなに遮光してても植物も人間も日焼けをすごくします。だから外置きで直射日光当たってるって結構めちゃくちゃ、うん、そうなんだよ、日差し強い日なんかはめちゃくちゃ危険だよね、うん、そうで、なおかつ今の時期ってまだ寒いから、うん、ビニールで夜間を囲ってるような状態の方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、4方向昼間囲ってなかったとしても3方向囲ってるだけでも暖かい熱ってすごく溜まりやすいです、うん、で、葉焼けのそのなんて言うんだろうなシステムじゃないけど、その葉焼けが起きる原理っていうのが、うん、一定の温度でやっぱ高温になって日が強くなる、うん、で植物の中の水分が抜けた時、うん、それが揃った時に葉焼けが始まります、うん、で葉焼けになる寸前色素異常が起きて色素が抜けちゃうようなこともあります、うん、なので必ずねもう昼間の時点で高温になっちゃうような場所はちゃんとビニール上げてあげるとか、風通しのいい明るい日陰でまずは管理してあげてください。はい、ただね、根が出るまではそんなにお日様に当てたりとか、あとね、強い日が当たるとこ日が当たるとこって考えなくて大丈夫なので、とりあえずはしっかり根を出させて水分が吸えるような状態にしてあげて、水分が吸えたら徐々に日に慣らしてあげてください、うん、基本的にでも錦は直射日光を当てない方がいいです、うん、でさ、明るい日陰ってよく言うじゃん、うん、でこれ結構何回もう前から見てくれてる人はかなりみんな理解してくれてると思うんだけど、最近見始めた人のために言うと、公園の木陰みたいなイメージしてもらうと分かりやすいよね、うん、こう木漏れ日みたいなのが入ってて、葉っぱと葉っぱの間から、木の葉っぱと葉っぱの間からこう光が差し込むような、ここにこうイメージ写真出してるみたいな、そう、そんな場所がいいです、うん、ね、写真を撮るときにみんなちょっと気づくと思うんだけど、直射日光が当たるとこってすごくさ写真撮りづらいじゃん、そうだね、だから直射日光じゃなくて少し写真が撮りやすいようなちょっと 薄明るいような場所がすごく適してます、うん、植物を育てるのにね、どんな多肉植物でもやっぱり、ね、前に鋼さんもおっしゃってたんだけど、うん、遮光をかけないで、うん、日差しをガンガンに当てて育てるのが一番の育て方じゃないっていうのを前にね、うん、もうずっと昔に教えてもらって、うん、確かにそうだなって、それを聞いてから自分でも遮光を一年中かけるようにしちゃったんだよね、うん、そうしたらやっぱり成長がすごくいいです、うん、いっぱい日に当てて光を当ててあげた方が紅葉がしっかりするって思うけど、それ以上に植物自体の水分は抜けてってしまうし、水やりをしても根から吸う前に用土が乾いちゃうっていうような状態が続いちゃったりするから、うん、すごく直射日光に当てることだけが正解じゃないので、うん、ちょっと工夫して明るい日陰を作ってみてください、はい、なかなか植物が大きく育たないとか元気に成長しないっていうのは、うん、光の問題もすごくあるので、日が強すぎる、うん、あと抜き苗を買っても一向に根がつかないっていうのはやっぱり日が強すぎたりもするので、うん、そこのところをちょっと改善してもらうと一気に育ちます、うん、ここからの時期特にもしそういう方がいらっしゃったら一回ちょっとそこを少し
本当に不織布1枚かけるだけでも全然違うから、うん、それでちょっと火を遮ってみてください、はいね、であともう一つ、はい、ふ入りなんだけど、うん、この中ではまあそんなに問題になってるのはないんだけど、うん、時々こう群生してる株とかでも、うん、ふがないものが出てきちゃったりするんだよね、うん、そういうものを放っておくとやっぱり葉緑体が強いもの遺伝子がしっかりしてるものっていうのは、うんどんどん増えていっちゃうので、うん、そういうものは斑入りのものからは取ってください。間引いてあげてください。そうじゃないと全部斑なしの種類になっていってしまうので、うん、どうしてもやっぱりねちゃんとした正常な遺伝子のものの方が強いからどんどん増えちゃいます、うん、だからもしそういうのを見つけたら間引いてあげて姫秀麗とかが特に ね、錦がね、うん、あっという間にちゃんとした意識じゃない方が増えていっちゃうから、うん、そういうのを見つけたらどんどん省いても斑入りのものが斑入りじゃなくなっていっちゃうんじゃなくて斑入りじゃないものが増えていっちゃうということなんだね。そう、そういうこと、うん、そういうことがあるからそういうところはちょっと注意してあげてください、うん、例えばこれ全部今斑が入ってるんだけどこれがね例えば斑が全部なくなっちゃったとすると、うん、ここってすごく成長がいいんだよね、うん、成長が良くてここの部分もう極端に言うとじゃあここが3倍になったなっちゃったりして、うん、また子が一周増えちゃったりすると他のが全然子が出ないうちにここばっかり大きくなって、うん、他が負けてっちゃうっていうイメージなので、うんね、だからそういうことを、うんとね、あれするためにも、うん、あれでね、うん、防止するためにも、うん、ここはもし錦じゃなかったら先に間引いちゃってください、はいはい、そこがポイントです。無理にだから日に当てすぎない、うん、で錦ってベンバディースとかこれもピンクエースもそうなんだけど、うん、全然錦っぽくないなって思うんだけど結構水を吸ったりすると、うん、一気に錦のあの色がしっかり出てくるんだよね、うん、あのねピンクエースはこれ分かりづらい錦がすごく、うん、そうだね、うん、だからね向こうにちょっと見せていい、うん、もう根がついてこの間なんかカットのやつで見せたやつかな、うん、これは、うんどこだっけ、うん、ちょっとね、そこ逆光で暗くなってそうだから、ね、こっち向きで、うん、こうやってほら、これ今もう水も吸ってる状態錦がしっかりね、出てくるんだよね、うん、これもね、最初本当にこれ錦なんて思ったんだけどやっぱりこうやって出てきます、うんうん、で、成長期にならないと錦が分かりづらいものとかもあるので、うん例えばピンキーの錦とかもそういう感じかな、ね、水吸って紅葉が冷めてくるとやっと錦なんだっていうのが分かってくる品種がたくさんあるので、うん、今ね水が抜けてる状態であんまりいまいちだなって思ってもしっかり錦が出てくるので、うん、紅葉が冷めてからもねそういうのは楽しめるからほらメンバーとかもさ白いんだけどなんとなくはっきりしないじゃん、うん、これが水を吸って青々してくると白が際立つんだよね、うんそういう面白いところがあります、はいね、そんな感じで、うん、なのでちょっと、錦を育てる方は、うん、錦を楽しみ尽くせるように錦のために育てるってことだ ね、うん、ね錦に合った育て方をすると、うん、より錦を楽しめるっていうことで ね、うん、ねそんなことで、はい、ぜひぜひそんな楽しみ方をしてみてください、はいねうん、バレンタインセットは着々にちゃんと発送できているので、はい、ぜひぜひ楽しみにあげてみてください、はいはい、今日はね、学生そんなに汚くない今日ね、質問ちょっと拾い上げたら、うん、結構いっぱいまた前回の質問から、うん、の後の質問が結構溜まっちゃったんで、うん、またねまとめていただいてまとめといくので、はい、あ、1日1個あ、そうだそうね、うん、2台目にこれどかしてって言ったら2台目がね、ひっくり返しちゃって大丈夫だあれ、そっちに土ってあるのどっか下の辺に土ってないそうだ、あったあった今日のご褒美今日のご褒美自分へのご褒美今日はトロピカルガーデントレイン、うん、トレインではないんかね、これねえ、かわいいよね看板だよとさ細かいものを植えるから、うん、粗い土は粗いね玉、うん、っぽいものをちょっと端に全部植え終わってから水やりすればいいかなと思ってる、うん、ね
1日1個のお楽しみ。今日乙女心を猫に言いたかったから。そこが2匹でね。あ、そっか、2匹の話したからね。そう、なんか2匹これ、2匹カットすればどうだ。このないか、そっちにないかな。じゃあカットするか。じゃあいいよ。でもじゃあこれ自分で買い取ります。はい、でカットします。だから、はい、こういうのはさ、うん、あ、これ見てみて、これカットするところはここね、この上をカットします。なんでかってここに芽が出てるから、この上をカットします。ちっちゃいのがね、うん、で、これ、うん、こういう系って頭全部カットしちゃうとなかなか芽が出なかったりするので、うん、必ず半分ぐらい残しておいてあげてください、うん、あの半分残せない場合は少なくとも絶対1個は残してあげて、頭をね、うん、残り半分っていうのは、うん、2頭あったら2頭残す、あ、4頭あったら2頭残すってことね、うん、はいはい、ね、全部取りすぎちゃうと後でね、出なかった時悲しくなっちゃうし、絶対出るとも限らないので、うん、そういう場合は半分残してあげる。で、出てきたらもう2つも切ってあげるっていう風にするといいです、うん、とりあえずこの2個切りました、はい、で、刺せるところをちゃんと残して、マクドガリーの錦ね、はい、すごい綺麗な錦なんだね、これね、シューってこう筋が入ってて、うん、ね、うん、本当はこれも植えたいけど、うん、これは違う鉢に後で植えます、はいはい、今日のトロピカンバ今日の1日目、はい、でもこういうんでもないとさ、なかなか自分で買い取れないでしょ、うん、そうだね、かわいい、欲しかったんだけど、欲しかった、うん、これすごい欲しかった、下植えよう、これ、ね、はい、はい、じゃあ今日はそんなところで、はい、はい、サンキューショップのお買い回り、うん、まだまだずっと続いているので、はい、ぜひぜひ、はい、お買い回りしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。